ヒュー・デイリーはアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームはワンアーム。事故で片腕を失った投手だったが、メジャーリーグに6年間在籍し、1試合19、脱三振やノーヒットノーランなどの記録を残している。生まれた時の名前はハリー・クリスという。幼い時に拳銃の事故が元で左腕を切断。 その後地元ボルチモアのプロ野球チームで投手を務めるようになった。メジャーリーグのバッファロー・バイソンズに入団した時はすでに34歳だったが、周囲との口喧嘩が絶えなかったそうで、メジャーリーグ6年在籍の間に7チームを渡り歩いた。1883年に45試合に登板し23勝19敗の成績を上げ、この年の9月にはノーヒットノーランを達成している。 翌年1884年にユニオンアソシエーションが創設されるとリーグを移籍しシカゴブラウンズで27勝27敗の成績を残した。また同年記録した脱三振数はユニオンアソシエーション最多の483に及んだ。また同年7月7日の試合では1試合9イニングで19脱三振という当時のメジャーリーグ記録を作っている。 1885年にナショナルリーグに復帰するが、登板数はわずか11試合だった。1887年に当時、アメリカがソシエーションに加盟していた、クリーブランドスパイダーズで16試合に登板したが、4勝12敗に、終わり同年メジャーリーグから退いた。引退後の経歴について、詳しいことは分かっていない。正確な没年も不明だが、野球史研究家、 リチャード・マラッキの調査によると1923年頃まで、ボルチモアで生存していたとされている。ありがとうございます。